スキピさんに、うん、絞り舐めてる。お前に言われたくない。なんでやねん。もうしっとりしてる。食べ方が汚い。というわけで娘がスキピにマカロンをあげたいということで、ママピ全力サポートのもと作っていきましょう。3人ん。スキピ3人、うん、じゃあ3人のスキピにばらまこう。はい、マカロンを。女の子です。はいはいはい。お友達のスキピ。はい、じゃあ早速いきましょう。レッツクッキング。あれクッキング揃わんな。裏表ってあるのかな。ないって。ない？さっき読んでた。両面使える。あ、両面使用。すごいな。やるやん。小5にもなると。若いから。ははは。金の上手くね。こういうのはママみたいな性格が一番いいねって。そうやね。うん。めっちゃずれてんじゃん。だいたい合わせて適当にバッて。1、2、3。え？まさかそんな風に使われるとは思ってなかったよな。YouTube さんも。すいません。マカロンの大きさ測ります。こんな感じで。行こう。あれめがけてマカロン絞るんですね。そう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 。ママ器用。器用とかそういうのは。どうやろな。器用じゃないんちゃう。器用ではないかもね。フォールは器用？器用。ほんまに？ほんまに器用。ある程度でいいよ。どこが？これ卵白ね。うん、卵白入ってる。もうママが測ってるから卵白を泡立てる。入れてからしっかりと真っ白になるまで。はい。電動やからね。もっともっと。一回止めてみて。完全に止まって一回持ち上げてみて。お、角が立ってる。もうちょっとやっとく。ほんまに？そうでしょ。ふんわりと。めっちゃ難しいよな。泡を潰さないように混ぜる。だからこれがこうやったら絶対潰れるから。めっちゃむずない？おお、待って、ちょうどいいかもしれない。いや待って、ちょうど良すぎる。天才や。今回はいちご味にします。いちごジャムを中に入れます。ピンク色いちご味と黒色いちご味ってこと？違う、ミックス。上は黒でした。ああ、ははは。何個くらいできるかな、これ。めっちゃ難しいねんけど、失敗しても味は美味しかったんな。ひび割れとかめっちゃするけど。もっとテープ貼る。マジ絞んのむずいで。足りる？これわかりません。足りんかったな。そのこれぐらい。うん、一行やってます。一行やって、いや一行一列じゃない。いい感じやん。最後になんか爪楊枝とかで潰すんやったっけ。食べる食べる。あ、はい、肘ついてていけんの？絞り舐めてる？お前に言われたくない。なんでやねん。いいかもしれん。もういい感じ、いい感じ。ちゃんとスキピのことを思い浮かべてよ。あ、忘れてた。忘れんなしって言うてたらなくなりそう。やばい、足りろ。やばい。別に1個足りなくてもいいよ。あと1個、なんとかなれ。やばい、ぴったりすぎる。 まだ足りてないわ。うわー、ほんまに振り絞ってる。完璧や。完璧。チーコはゆっくりしてます。大地は寝てしまった。こんぐらい。こんぐらい、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 こんぐらい。めっちゃ遅いけど、まあまあ。これ少なくね。仕事が分担された。娘はブスブス、母はしぼしぼ。頑張って。こっから1時間ぐらい、うん、放置。このまま？このまま。あ、そうな。うん。はい、できるかな。これできたらもう完成。うん、ジャム塗って、で次温度を変えて10分。なっか。マカロンが焼き上がったつーい。聞くところによると過去一綺麗に焼き上がったそうです。うん、まあ、ちょっと点々はあるけど割れてない。 いつもは割とひび割れるんだよね、うん、すごいひび割れんねん。でも、いや味は変わらんしょって言って、
食べるんだけど、美味しい。今回すごいいい仕上がり。ちゃんとフリンジもできてるし。フリンジ、あの。そう、全然できない日もあんねん。はいはいはい。いいんじゃないですか。はい、いちごジャムを。はい、これちなみになんですけど、ピンクが下、黒が下、両方でいいじゃん。両方、何でもありってこと？確かに。もういいんじゃない？可愛くできてるんじゃないですか？うん。チークは食べれませんよ。慣れてきた。うん。これと端っこのやつ、この蜜がもうちっちゃいから、あ、じゃあ、これとこれピアンしろ、うん、ちごおやつ食べたんやろ、静かに静かに、できました。はい、お疲れ様です。どうですか、今回の仕上がりは。めっちゃいいなあ、なんかいい感じ、うん、初めて割れてない。いつもひび割れてるイメージだったけど。そう、しかもなんか端っこがお店のやつみたいになってる。こうなんか何フリル的な、うん、あ、そうそう、フリルができてるよね。うん、いいんじゃないですか。お疲れ様です。何ですか。チークのないですよ。本当は、え、本当は、はいはい、1日置くんですけど。あ、そうね、ちょっとしっとりするんじゃない、うん、はい、もう食べちゃいます。まあ、それはあれじゃないですかね。味見ということでいいんじゃないですか。はい、味見してみる。はい、はい、じゃあこの一番でっかいやついただきます。はい、ピンク同士のやつ。あ、これだけね、ちょっと、うん、これだけね、ほんまはピンク黒でいきたいけど、うん、ちょっと、まあ、数的に余っちゃったので、うん、このやついきます。味見に最適じゃないですかね、うん、はい、いただきます、はい、どうかな。これ小さ。美味しい。どう？揚げてもいいぐらいな出来？お友達からもらったどう思う？うまーって言う？いいんじゃない？それは。あ、よかったじゃん。それは作ってよかったんじゃないですか。じゃあここでスペシャルゲスト、味見を始めて早9年。スキピちゃん。え？スキピではない。何が？今から呼ぶ人は。違いますよ。違うの。全然喧嘩するピですよ。やばい。これ外していい？味見を続けて早9年。大地さん、はい、お世話になってます。今日も味見お願いしたいんですけど、はいはい、いきますか。はい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 、はい、じゃあお願いします。これ、うん、いただきます。はい、うん、じゃあ肘ついて食べてみて。もうしっとりしてる。食べ方が汚い。味見歴9年。食べ方が汚い。めちゃくちゃこもれてますけど、どうですか。うまい、めっちゃうまい。ありがとうございます。これでも小春のスキピも喜んでくれるでしょう。食べ方、味見が止まらないですね。うまいですか。うまいです。よし、じゃあ太一さんのお墨付きということで、明日かな、明日、うん、チョコペンで仕上げてあげると。できればちょっとアルファベット聞きたい。まあいいんじゃない、お友達の名前とかね、うん、いやマジで小春さん、なんだっけ、誕生日ファースト家と、うん、あ、かなとくんや、うん、が家に来た時、うんうんうん、ケーキ書いたよ。あ、チョコペンで書いてたな。そう、ほんまに何書いてたのかなって小春が書いてあったっけ。まーちゃんも意外と、まーちゃん綺麗な、手震えたわけじゃないけど、うん、ほんまにやばい、うん、その経験を生かして、うん、今回は成功させますと。はい、はい、かなとくんありがとう。はい、君の経験を生かします。はい、はい、じゃあスキピ待っててね、バイバイ。あ、太一さんありがとうございます。またお願いします、うん、もう帰っていいですよ。